日本の防衛の基幹となる日米安保体制にとって昭和56年はターニングポイントともいえるような意義深い1年でした。5月4日に鈴木内閣総理大臣が米国を訪れ、7日と8日の2回にわたってレーガン大統領と会談しました。会談後発表された共同声明の中で、両国が日米安全保障条約の意義を改めて確認し、また日本の防衛及び極東の平和と安定を確保するためには双方が適切な役割の分担をすることが望ましく、日本も防衛力の改善についてなお一層の努力をすることが明らかにされました。日米安全保障事務レベル協議は6月10日から3日間ホノルルで開かれ、日本側からは原防衛事務次官のほか防衛庁及び外務省の幹部が、米側からは国防省ウエスト次官補、マースフィールド駐日大使などが一堂に会して国際情勢の認識や日本の防衛努力に対する米国の期待と、さらに日本の防衛努力の内容などについて率直な意見の交換を行い、相互の理解を深めました。首脳会談や事務レベル協議を通じて我が国の防衛に関する活発な論議が日米の間で高まる中で、6月29日ワシントンで大村防衛庁長官とワインバーガー国防長官の両国の防衛首脳が会談、両国の立場についての理解をさらに深めました。またこの会談において大村長官は日本の防衛努力の方向として56中期業務見積もりの作成にあたっては防衛計画の大綱に定める防衛力の水準を達成することを基本とすることなど述べました。第3回日米装備技術提起協議が12月14、15日の両日防衛庁で開催されました。昭和56年は日米共同訓練の充実が図られた年です。海上自衛隊では日米対戦特別訓練が5月12日から15日および19日から22日までの間秋田沖で行われ、陸上自衛隊では10月1日から3日にかけて東富士演習場で通信共同訓練が行われました。陸上自衛隊約100人、海兵隊約60人が参加したこの共同訓練では、言葉の壁を感じないほどの正確迅速な交信が行われ、多大の成果を上げることができました。航空自衛隊でも12月21日から23日まで沖縄で F-104J と米空軍の F-15 による訓練が行われるとともに、訓練の安全モニターの検知から空中早期警戒管制機 E-3A に航空自衛隊員が登場しました。このように日米共同訓練の内容充実が進められている中で、米空軍参謀長のアレン大将が3月23日三沢基地を訪れ、自ら航空自衛隊の T2 高等練習機に搭乗するなど元気なところを見せました。4月18日には米太平洋軍司令官ロング大将が陸上自衛隊の西部方面総監部を訪れました。2月16日武田統幕議長が離任、後任として矢田海幕長が新統幕議長に着任しました。海幕長の後任には前田海将が着任しました。翌日山田空幕長が離任しました。そして後任には降りしきる雪の中生為空将が着任しました。また初夏の風吹く6月1日鈴木陸幕長が離任、代わって村井陸将が着任しました。第17回自衛隊高級幹部会合は4月22日鈴木内閣総理大臣を防衛庁に迎え、大村長官をはじめとする防衛庁幹部、三自衛隊の上級部隊指揮官など約110人が出席して開かれました。鈴木総理はその訓示の中で、最近の厳しい国際情勢、我が国の国際社会における責任と役割、高級幹部としての心構えなどについて最高指揮官として方針を示しました。
大村長官は4月22日衆議院安全保障特別委員会で有事法制の研究について中間報告を行いました。この研究は52年8月以来続けてきたもので、今回はその中間報告として防衛庁所管の法令について現在までの研究の状況及び問題点の概要を明らかにしました。3月22日防衛大学校第25期生の卒業式が鈴木内閣総理大臣、徳永参議院議長、大村防衛庁長官をはじめ内外の来賓等の臨席のもとに挙行され、485名の若者が幹部候補生として力強く巣立ってゆきました。また3月15日には防衛医科大学校第2期生74名の卒業式が行われ、6年間学んだ医学教育の成果を自衛隊の幹部医官として生かすべく有役として巣立ちました。自衛隊が発足して26年余り、陸海空合わせて4125名の総長が3月1日に誕生しました。新しい総長の今後の活躍が期待されます。3月25日、北海道の第7師団がそれまでの機械化師団から機甲師団として編成を完了しました。3個戦車連隊、1個普通科連隊、1個特科連隊、1個校舎特科連隊、1個後方支援連隊を機関とする我が国唯一の機甲師団です。師団の主な装備として戦車約230両、装甲人員装車約340両、自走砲約40門などを要し、それまでの師団に比べ戦車で約3倍、火力で約2倍程度戦力アップが図られています。第7師団の機甲化に伴い、その米下にあった第24普通科連隊が九州の第8師団に編入され、第8師団は甲師団となり、その完結式が3月25日北熊本駐屯地で行われました。第24普通科連隊は宮崎県の海老野市に移住し、12月20日には海老野市を挙げての開設記念行事が盛大に行われました。四国地方は今まで広島の第13師団の警備地区でしたが、地形的、行政的な点などを考慮して四国の防衛体制を充実させるため、新たに善通寺に第二混成団を配備し、3月25日編成を完了するとともに、29日に部隊開設の記念行事を行いました。招待者や地元住民多数が見守る中で、模擬戦や音楽ドリルなどのアトラクションを披露しました。地元の理解と協力を得て、立派な第二混成団への成長が期待されます。第二混成団が誕生したことに伴い、3月25日第二教育団は滋賀県の大津に移住し、地元の歓迎を受けました。9月21日久里浜の通信標定隊が主力となり、北海道の東千歳に第一電子隊が誕生しました。隊員たちは北方の地で平和を守る意気に燃えています。自衛艦隊に所属していた二個潜水隊群を一本化して新しく潜水艦隊が発足しました。2月10日に編成を完了し、横須賀の海にその雄姿を浮かべています。3月27日第52護衛隊が護衛艦春名と新しく就役した鞍馬により編成され、母港である佐世保に向かって横須賀を出発。途中ヘリコプター着艦訓練等を行いながら航海を続け、佐世保では盛大な歓迎を受けました。同じ日第61護衛隊が護衛艦天津風と朝風により編成され、
横須賀を母港として力強く海の守りにつきました。第52護衛隊の護衛艦春名と鞍馬の搭載ヘリコプターダッシュ2ブラボーの陸上における基地として、大村基地に第122航空隊が誕生し、機動性を持った行動力が期待されています。7月15日、それまでの沖縄航空隊が発展的に改称し、新しく第5航空軍が編成されました。その記念行事が27日、28日の両日、那覇で盛大に行われました。3月27日、音響業務支援隊が厚木基地に編成されました。これにより、効率的な P3C 部隊の運用が期待されています。12月25日、海上自衛隊待望の対潜哨戒機 P3C 3機が海上自衛官の手によってアメリカから厚木基地まで空輸されました。海上航空の目玉となる新式の装備品を見守る関係者の熱い眼差しの中で、その威風を示しました。56年も多くの艦艇が進水しました。6月4日、3900トンの護衛艦、沢風。8月4日、2950トンの護衛艦、白雪。6月2日、440トンの掃海艇、新島。6月17日、同じく440トンの掃海艇、大島。9月1日、1180トンの海洋観測艦、須磨。12月11日、1万1700トンの砕氷艦、しらせ。いずれの艦艇も海洋国家日本の海の守りとして活躍が期待されます。2月10日、市ヶ谷の補給統制所は廃止され、補給本部が新編されました。補給本部は複雑膨大化する航空自衛隊の後方補給業務を一元的に管理する機関として設けられました。6月12日、F-104J の205飛行隊のさよなら記念式典が小松飛行場で行われました。6月29日、F-4EJ の306飛行隊が同じく小松基地で新しく編成されました。航空自衛隊待望の新鋭戦闘機 F-15J 2機が岐阜基地に配備されました。優れた性能を持った世界の第一戦機は今後日本の空の守りの主力となります。17日、ニュータバル基地に F-15 臨時飛行隊が国産1号機の F-15J-803号機1機と複座型の F-15DJ4機の計5機により編成されました。12月17日、航空総隊直轄部隊として T-25機、T-332機からなる飛行共同隊が追記基地に編成され、第一線部隊の技量向上と戦技開発に携わることになりました。
22年にわたって数々の展示飛行に活躍し、数多くのファンに親しまれてきた F-86F ブルーインパルスは、2月8日18万の市民が見守る中で最後の展示飛行を行い解散しました。長い間ご苦労様でした。また F-86F ブルーインパルスの後継ぎとなる T-2 6機が披露され、デザインの公募に当選した女子高校生のグループなどに T-2 の模型が贈られました。中部方便隊の第10師団を主力とする部隊は5月13日から6月28日まで北海道の八重洲別演習場で演習を行いました。参加部隊は列車船等のいろいろな輸送手段を使って移動し、大きな成果を収めました。7月24日から27日にかけて統合演習の一環としての実動演習が北部九州を中心に繰り広げられました。対馬の厳原港に部隊を増強集結させるという想定に沿って、約1個連隊戦闘団の部隊が海上自衛隊の輸送艦を使用して佐世保の立上岸壁から輸送されました。また佐世保対馬の防空に備えるため、内機とホークの部隊は愛の浦駐屯地と大野原演習場へ移動しました。F-4EJ、F-104J などの洋撃戦闘機部隊はニュータバル及び対機の両基地から行動を開始しました。一方、偵察航空隊も厳原港、対馬空港の空中写真撮影を行うなどの偵察活動を行い、輸送機とヘリコプターの部隊は対機基地と別府駐屯地から対馬空港へ人員や車両の輸送を行いました。この演習に参加した人員は約1万名、車両が約260両、艦艇9隻、航空機は約120機で、搭載艦の矢田統幕議長もその成果の大きさに満足していました。富士総合火力演習は9月22日と24日の2日間、東富士演習場において行われました。この演習は富士学校に学ぶいろいろな家庭の学生に火力の重要性を認識させるとともに、内外に対して自衛隊の状況をアピールしようという考えから例年実施されているものです。演習に参加した人員は約1500名、戦車車両約200両、航空機約25機、各種火砲約40門、その他多くの部隊が支援を行いました。西部方面隊は9月29日から10月8日にかけて大分県の比重台演習場で夜間戦闘演習を行いました。演習に参加した人員は約4400名、車両約1000両、戦車装甲車が100両、火砲100門、航空機10機でした。
1年おきに行う航空自衛隊を挙げての総合演習が10月3日から9日まで日本全土と周辺空域を舞台として行われました。航空自衛隊全員4万8000名と航空機約550機が参加。今回の演習は航空自衛隊の体制を十分に整え得ない状態で我が国に対して不意の侵略が行われたという想定に沿っていろいろな対応を行い、その練度を向上させることを狙いとして実施されました。一方、9月23日から30日までの8日間海上自衛隊においても日本海沿岸、南西諸島周辺等の海域で海上自衛隊演習が実施されました。豪雪に見舞われた福井県では1月7日朝、県知事の災害派遣の要請に応えて第10師団が渡辺師団長の総指揮のもとに除雪のための行動を開始しました。一方、小松、小牧基地からも救難ヘリが出動し、福井、石川、岐阜の3県で陸上自衛隊と航空自衛隊合わせて延べ5万3000名の隊員と約8000両の車両及び約190機の航空機が派遣されました。また上信越地方でも国鉄飯山線が寸断し、1月28日長野、新潟の両県知事の災害派遣の要請に対し第12師団令下の第13連隊が主力になって延べ1500名の隊員による除雪作業が行われました。8月3日から北海道全域が集中豪雨に見舞われ、折からの台風接近と重なって石狩川沿いに大きな災害が発生したため、第2、第5、第7、第11の各師団が堤防補強、孤立者救出などに目覚ましい活躍を示しました。第36回冬季国民体育大会は2月21日から妙高高原赤倉スキー場を中心に行われました。この大会を円滑に運営するため第2普通科連隊の隊員530名と車両60両等が裏方さんとして協力しました。昭和56年度の開閲式は自衛隊記念日の11月1日、鈴木内閣総理大臣を開閲官として陸上自衛隊の朝霞訓練場において行われました。参議院議長をはじめ内外の招待者が見守る中で陸海空自衛隊の精鋭部隊は総理大臣の訓示を受けた後堂々の行進を行いました。その異様は自衛隊のあふれんばかりの防衛に対する熱意を強く国民に印象づけるものでした。8年ぶりに海上自衛隊の観艦式が11月3日相模湾で行われました。参加艦艇はマイクから流れる鈴木内閣総理大臣の訓示を受けた後西と東から縦列ですれ違い、乗員は原則に並んで桃源礼を行いました。護衛艦、潜水艦、航空機など豪華威風堂々の海上式典に県
見学者として参加した4700人の市民を目を見張っていました。11月20日21日の2日間、日本武道館で三笠宮智仁親王ご夫妻もご観覧になる中、自衛隊音楽祭りが開かれました。三自衛隊のバンド演奏、各方面隊ご自慢の地方色豊かなアトラクション、加えて中原理恵さんのゲスト出演もあって、満員の会場では盛大な拍手と興奮の連続でした。大村長官は1月11日第一空挺団の初公開演習を視察し、隊員に直接声をかけ激励しました。1月13日には広島県下の第13師団米下の第46普通科連隊、呉の防衛施設局、海上自衛隊の呉地方総監部と幹部候補生学校等の部隊を視察しました。大村長官はこの他にも6月に群馬県の第12師団、静岡県の陸上自衛隊富士学校、岐阜県鏡原の航空実験団、8月には那覇の第一混成団、南西航空混成団など精力的に全国の部隊を視察しました。鈴木内閣の改造に伴い大村防衛庁長官は辞任。12月1日新しく伊藤総一郎長官が着任しました。これに伴い山崎政務次官も辞任。12月3日新しく堀之内久雄政務次官が着任しました。伊藤長官は多忙なスケジュールの中で12月14日着陸地を訪れ、就任後初めての舞台視察を行いました。この日茨城県地方は雲一つない快晴、筑波おろしの福中を巡閲、第一線隊員を激励しました。昭和56年は厳しい国際情勢を反映して日本の国内でも防衛論議が高まるとともに、国民の自衛隊に対する理解と認識も着実に深まってきております。今後とも防衛に関する国民のコンセンサスが深まるよう、そして一人でも多くの国民に自衛隊の真摯な姿を理解してもらうよう、全員一丸となって知恵と汗を流す必要があるのです。